ましてインンターン生のです突然ですが「エイペックス・レジェンズ」というゲームを知っていますかエ p ペックス・レジェンズとはレジェンドと呼ばれるキャラクターたちが戦うバトルロイヤルゲームですレジェンドには特殊能力がありキャラクターによって能力が違い役割も違いますそんなキャラクターたちの中でどのキャラクターがおすすめか紹介していきます今日紹介するのはレイスです「レイス」ですレスは 奇襲や戦闘離脱に長けたキャラクターです。レイスには3つの能力があります。一つ目は呼び声というスキルです。呼び声は敵に狙われているときや近くに罠があるときに声で知らせてくれるスキルです。声の情報は他の味方へ伝え伝えることができるので危険なときは伝えてあげましょう。二つ目は国空というスキルです。このスキルは発動すると 1.25秒の予備モーションの後に4秒間無敵状態になり移動速度は30%速くなるというスキルですですがデメリットとして射撃やドアの開閉などができなくなります移動の速さと長い無敵時間を利用して味方に合流したり不利な状況から素早く、ね、離脱したりとさまざまな使い方ができますただし無敵になるまでに 無防備になるため敵との距離を見て使いましょう3つ目はディメンションリフトというスキルですこのスキルは任意の2点間を高速で移動できるポータルを設置するものですこのポータルは60秒間使うことができます設置するときは自分がポータルの終点まで設置しに行かなければいけませんが設置後は敵の攻撃や障害物を無視して安全に移動できます またこのスキルは国へのスキルと同時に使うこともできるので設置中の移動も安全に行うことができます主な使い方は先導の時に逃げ道を確保するために使ったり奇襲をするとき <coughs> 味方を移動させるのに使ったりと攻撃面でも撤退面でも状況に合わせて柔軟に使うことができますこのようにレースには攻撃の探知や無敵高速移動などの移動や生き残ることに長けたスキルが揃っていて 過去に数回弱体化されるなど APEX レジェンズの中でも強いキャラクターになっています使いこなせるようになるにはある程度の慣れが必要ですが使いこなせれば味方にもかなり貢献できるキャラクターなので是非練習して使ってみてください以上がレイスの紹介になります興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください